任期満了に伴い、きの告示された県知事選挙の期日前投票がきょうから県内各地で始まりました県知事選挙の期日前投票はきょうから投開票日前日の十六日まで県内各地の公共施設や商業施設などで投票することができますこのうち宇都宮市役所では一階の市民ホールなどに 期日前投票の投票所が設けられました宇都宮市は任期満了に伴う市長選挙が今月の10日に告示されることもあり初日の出足はそこそことのことでしたが大切な1票を投じようと市民が訪れていました期日前投票は入場券を持っていなくても宣誓書に記入すれば投票することができます また、宇都宮市選挙管理委員会では、衆議院選挙に続いて、誰でも安心して投票ができるよう、指差しで意思を伝えることができる、コミュニケーションボードを用意し、対応します投票日当日に、旅行や仕事などで都合が、投票所に行けない方については、期日前投票が利用できます。 身近な栃木県知事選挙になりますので貴重な1票ですので投票していただければと思います一方、県選挙管理委員会では統一地方選挙や衆議院選挙でも好評だったという親子連れで投票を体験した人に配る特製の記念書を知事選挙でも作りました。家庭で選挙の大切さを考える機会にしてほしいとしててほいいとます 前回4年前の知事選挙の期日前投票の総数はおよそ20万4千人で有権者の12%に上りました一方前回の全体投票率は38.73%で過去4回の投票率が3割台にとどまっていることもあり県選挙管理委員会では大切な一票を無駄にすることなく 必ず投票するよう呼びかけています。